いらっしゃいませ。何頼みます？頼む。はい、こっちお願い。私ももらっていい？いただきます。あー、やっぱり桐生さん相手だと落ち着く。今日も私を口説く気満々のお客さんばっかりで、相手してたら疲れちゃって。ないない、別にこっちは彼氏が欲しくてキャバ嬢やってるわけじゃないんだから。ボーイと付き合ってる子もいるしね。まあ社内恋愛禁止だから内緒だけど、とにかく彼氏がいてもいなくても基本的にお客さんに口説かれて嬉しい子はあんまりいないと思うんだよね。そうだな。でも男の人だったら喜ぶんじゃないの？見知らぬ女の子に告白されたらドキッとしない？どっちよ。もうでもちゃんと女の子の気持ちを考えてくれる分、桐生さんは優しいな。それで思い出した。実は私の妹もキャバやってるんだけどね、なんか最近客と付き合いだしたみたいなの。変な男に引っかかってなければいいんだけど。でもそれでもし結婚とかまで行っちゃったら、結婚式でなんて言うの？キャバで出会いましたっていうわけ？社交場って、そこまで堂々としてれば確かにありかもね。ま、でもキャバで働いてること両親には内緒にしてるから、やっぱり言い方は考えないとね。何頼みます？
頼む。はーい。今度ね、高校の同窓会があるんだ。おお。そうなんだけど、年々参加者が減ってきててね、ここ何年かは割と同じメンツしか集まらなくて。ねえねえ、桐生さんは同窓会に参加しない人ってどう思う？やっぱりそういう風に思われちゃうか。何度も欠席してるとそのうち呼ばれなくなっちゃうかもね。そうだな。そうかもね。友達って作ろうと思って作れるものじゃないし、本当は行った方がいいんだよね。なんだ。まだ悩んでるところ。どうしよっかな。何頼みます？頼む。はーい。この前別のお客さんから突然プレゼントをもらったの。ん？それがね、ちょっと趣味の悪いネックレス。サプライズみたいな感じだったからとりあえず喜んでおいたけど、うーんって感じ。前に私が高い注文とかしなくていいからねって言ったのを勘違いしちゃったみたいで、物が欲しいわけじゃないのに。それが一番迷惑なんだけど、せめて買ってあげるから一緒に行こうよって誘って本人に選ばせるとかあるじゃない。お、キリュウさん意外と知ってるね。だって違うお客さんが来るたびにプレゼントでもらったアクセサリーをコロコロ付け替えるわけにもいかないじゃない。全員から同じものをもらっておけばみんな俺があげたやつだってなるもんね。ちょっと待って。どこ行っちゃうんだろうね。いや。ありがとうございます。キリュウさん。ああ。あは。
Yeah.